皆さんこんにちは。青いベトナムの本間です。それではみんなの日本語第30課の言葉を練習しましょう。貼ります、貼ります。切手を貼ります、切手を貼ります。かけます、かけます。カレンダーをかけます、カレンダーをかけます。飾ります、飾ります。絵を飾ります、絵を飾ります。並べます、並べます。机を並べます、机を並べます。植えます、植えます。苗を植えます、苗を植えます。戻します、戻します。本を戻します、本を戻します。まとめます、まとめます。旅行の荷物をまとめておきます、旅行の荷物をまとめておきます。片付けます、片付けます。食器を片付けます、食器を片付けます。しまいます、しまいます。靴をしまいます、靴をしまいます。決めます、決めます。結婚式の日にちを決めます、結婚式の日にちを決めます。知らせます、知らせます。会議の時間を知らせます、会議の時間を知らせます。相談します、相談します。先生に相談します、先生に相談します。予習します、予習します。授業の前に予習しておきます、授業の前に予習しておきます。そのままにします、そのままにします。ちょっとコンビニに行ってきます、そのままにしておいてください。ちょっとコンビニに行ってきます、そのままにしておいてください。お子さん、お子さん。佐藤さんは今年12歳になるお子さんがいます、佐藤さんは今年12歳になるお子さんがいます。授業、授業。次の授業は9時40分からです、次の授業は9時40分からです。ミーティング、ミーティング。10時からミーティングを始めます、
10時からミーティングを始めます。お知らせ。掲示板にお知らせが貼ってあります。予定。この飛行機はあと1時間後に中部国際空港に着く予定です。ポスターを貼ります。ゴミ箱。ペットボトルはあのゴミ箱に捨ててください。花瓶。テーブルに花瓶を置きます。鏡を拭きます。引き出し。この机は引き出しがたくさんあります。玄関。玄関で靴を脱ぎます。廊下。廊下を走らないでください。壁を登らないでください。池に魚がいます。交番。交番の前に猫がいます。元のところに戻します。周り。口の周りに何かついていますよ。真ん中に座っている人が山本先生です。
すみすみ。部屋の隅にタンスがあります。部屋の隅にタンスがあります。ほどほど。あの店に5回ほど行きました。あの店に5回ほど行きました。予定表予定表。あとで来週の予定表を送りますね。あとで来週の予定表を送りますね。ご苦労様です。ご苦労様です。希望希望。金曜日仕事が終わったらみんなで食事に行きましょう。行きたいところの希望はありますか？金曜日仕事が終わったらみんなで食事に行きましょう。行きたいところの希望はありますか？丸い丸い。丸いメガネを買いました。丸いメガネを買いました。月月月が見えます。月が見えます。あるある。愛知県のある会社で3年ほど働いていました。愛知県のある会社で3年ほど働いていました。地球地球。地球は丸いです。地球は丸いです。嫌な嫌な。今日は嫌なことがありました。今日は嫌なことがありました。するとすると。ここを押します。するとダウンロードが始まります。ここを押します。するとダウンロードが始まります。問題。でありますの文法を使って答えてください。問題1。あなたの部屋に何が飾ってありますか？あなたの部屋に何が飾ってありますか？花が飾ってあります。花が飾ってあります。写真が飾ってあります。写真が飾ってあります。問題2。机の上に何が置いてありますか？机の上に何が置いてありますか？スピーカーが置いてあります。スピーカーが置いてあります。ノートが置いてあります。ノートが置いてあります。
問題3、壁に何が貼ってありますか？壁に何が貼ってありますか？ポスターが貼ってあります。ポスターが貼ってあります。問題4。ノートに何が書いてありますか？ノートに何が書いてありますか？名前が書いてあります。名前が書いてあります。次の問題からは、で、置きますの文法を使って答えてください。問題5、明日ミーティングがあります。ミーティングまでに何をしておきますか？明日ミーティングがあります。ミーティングまでに何をしておきますか？会議で使う資料をコピーしておきます。会議で使う資料をコピーしておきます。問題6、来週友達の誕生日パーティーがあります。パーティーまでに何をしておきますか？来週友達の誕生日パーティーがあります。パーティーまでに何をしておきますか？プレゼントを準備しておきます。プレゼントを準備しておきます。パーティーで着る服を買っておきます。パーティーで着る服を買っておきます。問題7。もうすぐ映画が始まります。それまで何をしておきますか？もうすぐ映画が始まります。それまで何をしておきますか？飲み物を買っておきます。飲み物を買っておきます。トイレに行っておきます。トイレに行っておきます。問題8。明日、試験があります。試験までに何をしておきますか？明日、試験があります。試験までに何をしておきますか？習った文法を復習しておきます。習った文法を復習しておきます。最後は9番と10番の問題です。こんな時、何と言いますか？で、置きますの文法を使った言い方を考えてみましょう。問題9。まだノートに書いていません。消さないでほしいです。まだノートに書いていません。消さないでほしいです。こんな時、何と言いますか？ホワイトボードは消さないで、そのままにしておいてください。後で私が消しますから。ホワイトボードは消さないで、そのままにしておいてください。後で私が消しますから。問題10。今日の夜
友達と焼肉を食べに行く約束をしました。たくさん食べると焼肉が食べれないので、今少ししか食べません。今日の夜、友達と焼肉を食べに行く約束をしました。たくさん食べると焼肉が食べれないので、今少ししか食べません。こんな時、何と言いますか？今日の夜、友達と焼肉を食べに行くので、あまり食べないでおきます。今日の夜、友達と焼肉を食べに行くので、あまり食べないでおきます。